ナイジェル・ファラージは、イギリスの政治家。イギリス独立党党首、欧州議会議員、リフォーム有形代表。イギリスの欧州連合からの脱退と、主権回復を目指す欧州会議主義運動のパイオニア的存在である。1964年4月3日に、ケント近郊のダウンで生まれる。ファラージの家系はフランスにおけるカトリック教会の弾圧を逃れ。 イングランドに亡命したユグノーのファラージュ家の末裔である。ダリッジカレッジでの学生時代に、ジョン・スチュアート・ミルの自由論を読み、古典的自由主義思想に感銘し、それ以来マーガレット・サッチャーの熱烈な支持者となった。そして、イーノック・パウエルという有名な保守党の政治家が、ファラージュの学校を訪れた際、彼はパウエルを称賛し、保守党に入党することを決心した。 ファラージは、自身の右翼的見解により、左翼教師に適視されていたと述べている。1982年にダリッジカレッジを卒業した、後、大学に進学せず、シティオブロンドンの商品先物取引市場で主に、鉛やアエンなどの非鉄金属売買取引に関わり、アメリカのコモディティブローカー会社の、ドレクセルバーナムランバートやフランスの、 クレディリオネー銀行などの金融機関を転々する。1985年にファラージは外出した際に車に引かれて重傷を負った。当初左足を切断する必要があると言われてたが、幸いにも切断することなく、怪我から回復した。彼は足をギブスで固定したまま約1年間過ごすこととなった。そして最初の妻と出会ったのはこの時だった。彼女はアイルランド人で、 彼の治療を担当している看護師であった。その後の1986年、ファラージは清掃がんになり一つの抗癌を取り除く手術を受けた。そして1988年に最初の妻と結婚し、1989年と1991年には二人の子供に恵まれた。1989年の欧州議会選挙では欧州会議主義政策への支持から、 リベラル派の緑の党に投票した。また、ファラージは、保守党の党員であったが、サッチャーの公認ジョン・メジャー政権が、ヨーロッパ連合を、マーストリヒト条約で発足させたことに抗議して1992年に、脱党した。その後、1993年に数人とともに、イギリス独立党、別名、ユキップを創設した。1994年の欧州議会選挙。 1997年のイギリス総選挙で落選した。この頃、最初の妻と離婚した。その後、1999年から2015年の間、5回連続総選挙に立候補したが、すべて落選した。しかし、1999年に南東イングランドを代表して欧州議会選挙に当選した。同じ年にドイツ人女性と再婚した。そのため、 子供はドイツ語を話すバイリンガルに育てている。このことからもファラージは自らの反 EU の立場は大陸ヨーロッパへの嫌悪ではなくあくまで EU という政治機構に対する反発であると主張している。以降2004年、2009年、2014、2019年の欧州議会選挙で5期連続で当選している。なお2020年1月31日の イギリス EU 離脱をもって欧州議会議員としての資格も失う。後にユキップ代表のほか自由と民主主義のヨーロッパの共同代表を務めた。2009年9月12日に行われた代表選挙で45%の票を獲得し、イギリス独立党の第5大党首に就任した。翌日、党に規律をもたらして地域、 国会等の選挙でユキップの影響力をより拡大すると誓った。ユキップはイギリスが EU を離脱し劇的に移民を減少させることを望んでいる政党として有名になった。しかしこのような理由から一部の国民はこの政党は反外国人的であると感じ否定的に評価した。しかしユキップ、特にファラージは外国人の入国に反対しているのではなく 無制限な入国に対して反対しているのだと述べている。2009年には2010年イギリス総選挙でイギリス議会の当選に向けて選挙運動を行うためユキップの党首を辞任した。選挙当日の朝である2010年5月6日、ファラージは2人乗りの小さな飛行機に登場しユキップのバナーを掲げていた。しかしそのバナーが期待の尾翼に絡まり、 飛行機は墜落してしまった。パイロットとファラージは共に命に別状はなかったが、彼は胸骨と三本のあばら骨を骨折し、肺には穴が開いていた。やがて怪我から回復したが、現在でもゴルフなどいくつかのスポーツを制限されているという。結局、総選挙では議席を獲得することができなかったため、2010年後半に再びユギップの投手選に立候補し、 当選を果たした。その後、今まで以上にユキップの知名度は上がっていき、2014年にユキップは欧州議会選挙で最多数の票を獲得した。1906年以降、労働党や保守党以外の政党が選挙で最多数の票を獲得したのは初めてであり、この結果により保守党はパニックに陥った。翌年イギリスは総選挙を行う予定となっており、 当時のデイビッド・キャメロン首相は、ユキップの人気に大きな懸念を抱いていた。彼は保守党が多くの有権者の支持を失い、そして労働党が勝利する原因につながるかもしれないと考えた。さらに保守党の政治家の約20から30%が反 EU であったことも考慮し、キャメロン首相は2017年までに EU 離脱の国民投票を行うことを約束した。結果、 保守党は総選挙に勝利した。この総選挙で、ファラージは再び議席を獲得することはできなかった。その後、落選の責任を取るため、ユキップの党首を辞任することを発表したが、党は彼の辞任を拒否した。その後検討の結果、彼はユキップの党首を続けることを決心した。ファラージは2016年の国民投票に向けて、選挙活動に力を入れ、 大きな成功を収めた。この国民投票で、イギリス国民の過半数が EU 離脱に投票することとなった。2016年9月16日、イギリスの欧州連合離脱是非を問う、国民投票での勝利が達成されたことから、自分の生活を取り戻すとして、党首を辞任。その後、公認のダイアン・ジェームスも早々と辞任したため、10月5日に、 暫定的な党首に選ばれた。11月28日には、ポール・ナットルが党首に選ばれたため、暫定党首を退任した。2016年の後半、アメリカ合衆国大統領選挙に立候補していた、ドナルド・トランプの応援演説に行き、トランプと交流を持つこととなった。党首辞任以降も依然として、欧州議会議員を務め、 LBC ラジオ局で放送される政治討論プログラムの司会者にもなった。2018年12月には、ユキップから完全に退き、自身でその理由を説明した。まずファラージはイスラム過激派に反対しているが、ユキップは全てのイスラム教徒に反対し、宗教的な十字軍のようになってしまったと述べた。そしてユキップが、党の評判を悪くするような人物を、 新しいメンバーとして受け入れていると述べた。2019年4月12日、新たな欧州会議主義政党、ブレグジット党を結成し、同年5月の欧州議会議員選挙に出馬する意向を表明。選挙運動中に傍観によりミルクシェイクをかけられることがあった。欧州議会議員選挙ではイギリスにおいてに大政党を差し置いて主位となり圧勝した。英国でのコビット。 19ンパンデミックの初期段階では、ボリス・ジョンソン政権が当時追求していた、経済優先の集団免疫政策を批判した。しかし、ジョンソンの戦略が変わり、病気を管理するために、様々なロックダウン措置が導入された後、ファラージは2020年11月に、治療は病気よりもさらに悪いと考えていると述べ、2020年11月3日、休止状態であった。 ブレグジット等をリフォーム有形に改め、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた政府のロックダウン措置に反対していくと表明した。ファラージは、ロックダウンを残酷で不必要と表現し、コビットナインティーンに最も脆弱な人々を集中的に保護することを提唱していたグレート、バリントン宣言を支持した。1999年に、 欧州議会議員に就任した頃から、ユーロ導入に反対している。理由としては、金利体系が異なる。国同士ではうまく機能しないからだと主張し、例としてドイツとギリシャを挙げている。また、企業や銀行に対しての政府による緊急援助の行使に強く反対しており、緊急援助は根本的な問題解決にはならないと主張している。移民が福祉を受けるためには、 5年間以上イギリスに住んでいる必要があると主張している。また、脱税が起きる原因は過酷な税率にあると指摘し、公平な税制が必要であると主張している。2013年に風力タービンに関するデイビッド・キャメロンの政策を批判し、風力タービンを醜くてうんざりするほどひどい風車と評した。また、環境保護のために、 火力発電所はクリーン技術を使用しなければならないと主張している。増しつつある環境問題への脅迫観念は EU の連邦主義に利用されていると批判している。また気候変動は詐欺だと主張している。ドラッグ規制は社会の改善にはつながらないと考え反対している。また公共施設においての喫煙を禁止することは愚かで偏教であるであると主張し、 反対している。その代わりに、ドイツのいくつかの州で行われているように、分離された喫煙所を設置することを主張している。NHS は移民の増加により、財源が逼迫しているため、改革が必要であると主張している。また、労働党が PFI を利用して、高コストの病院を多く建設したことを批判している。NHS において、重病者のために使われるべきお金が、 HIV に感染した移民のために使われていると主張している。イギリスを乗っ取るために来る移民には反対するが、イギリス社会に順応する移民は歓迎すると主張している。移民政策については、ジョン・ハワード首相時代のオーストラリアの方針を採用するべきだと主張している。2013年にはシリア内戦による難民をもっと多く受け入れるべきだと主張した。 難民の多くはシリアにおいてマイノリティである、キリスト教徒だと述べている。2015年に欧州難民危機が起こった時、難民であると主張している、人々の大部分は実は経済移民であり、一部にイスラム国の戦士が紛れていると主張した。イラクとアフガニスタンでの戦争への関与に強く反対している。 キャメロンやサルコジが承認した NATO によるリビアへの軍事介入によって難民が発生したと主張している。イギリスがサウジアラビアと緊密な関係にあることを批判し、2018年のジャマルカショギ暗殺事件において西洋諸国がサウジアラビアの責任を追求することに消極的であることを批判した。フランスのエマニュエル・マクロン大統領は EU の権限拡大を望む。 グローバリストであると主張している。また、トルコによる EU 加盟要求や難民危機での脅迫を非難している。プーチンについては、シリア内戦における対応は評価するが、ジャーナリストへの弾圧には反対するとしている。また、ロシアに対する EU の軍国主義的な態度を批判している。イランに対しては、2013年時点では制裁に反対し、 イランに対して強硬派であるイスラエルを非難していた。しかし、2018年には、イランにおける体制転換は正しいことであると宣言し、立場を転換させた。アメリカの上院議員ランド・ポールを支持しており、ポールのことを自身の政治的なドッペルゲンガーと表現している。銃規制に反対し、責任を持った銃の所有は銃犯罪にはつながらないと主張している。 ロックダウンは利益より外の方が多いとして、高齢者ら感染によるリスクが高い人々は保護する。一方、リスクが低い人々の自由を尊重すべきだと訴えている。ファラージュは演説の名手であり、知名度の上昇は欧州議会での EU の高級官僚に対する派に、コルム規制の批判や様々なスピーチが YouTube などを通じてネット上で好評を得たことにある。 ファラージの毒舌は国家元首や首相にも同様に向けられ、ヘルマン・ファンドン・パウの EU 大統領就任において、あなたは何者だ、私もヨーロッパの誰も、あなたの名前など一度も聞いたこともない、すべての英国人を代表して言うが、私たちはあなたを知らないし、必要ともしないから、さっさとおやめになりなさいと言い放ち、後に2700ユーロの懲罰金を払わされることとなった。 1979年、カーター大統領と共に2度結婚しており、最初の妻はアイルランド人の看護師。2番目の妻はドイツ人である。信仰はキリスト教。クリケットの大ファンで、ゴルフやフットボールも好んでいる。喫煙者であり、ビールアインカである。ありがとうございます。